まあ、あのよく言われますけど、まあ、あのそんなことはないんだとは思ってます。皆さん、私の夢はアナウンサーとして冠番組を持つことです。台風中継とかグルメリポートとか。あ、でも食べることできないし、ね、あの外にも行けないのでどうするんですかね。じゃあドナロイド、あのどうですか、あのちゃんとできてます、未来館の中で。事例をいただく前なので緊張しています。最近では人間でも雇用が厳しいと聞いているのでちょっと不安です。ちょっと口が動いてなかったいやちょっとね、緊張ばかりだ。でも、はい、彼女はね、今カンコミュニケーターはすごく人気で、もうたくさん応募者があったんですけども、最高点で入ったんですよ。優秀なんですね。そうね。でもね、あのインタビューしててちょっとね、最初はねとっつきにくい感じでちょっと遠慮するんだけど、すごくこれからね、おそらく人気者になると思います。期待してます。